それではただいまより初日の美和にて実際に使用する能面と能装束を少し皆様にご覧いただきたいと思います。まず能の美和の前半にて使う能面と折織という装束がこちらになります。この空りというは 女性の入れたしとしては非常に一般的なものですが、この空折りを見分ける上で重要なのは、色です。色入り、色なしという考え方が小族にはあります。色入りの色は、紅という字を当てます。紅が入っているか入っていないかによって、 その役所の年齢というものがわかるようになっております紅が入っていると年若いということを指し入っていないと中年年老いているということを指しますこの三輪の前半は中年の女性ですので色なしの空織りとなっております 文様は非常に細かく刺繍が入っております脳小族というものは非常に高価なものなのでその人、演者によって大きさを変えるわけではなく もちろんざっくりとした大きい小さいというものはありますがあらかじめ決まっているこの装束を演者の体型に合わせてきれいに着付けていくとこの着付けの作業も能楽師が自身で行います。 続きまして、しゃくみという表をご覧いただきます。こちらは中年の女性を表した能面となっております。能面を見る上で大事な概念として。てる、曇るという考え方があります。能面の正しい角度に対して。曇ると。 悲しげな表情となり照ると遠くを見上げ物思いにふける能面はわずかな角度の変化によって表情が非常に変わる繊細なものですがこれが屋外の舞台だとより一層強調されます。能楽道内建物の中の中 同じ光ではなくもちろん靖国の舞台も蛍光灯では照らしていますが松明の火の移ろいや自然と一体となってより能面が生き生きとすると能面の表情の変化というものも感じていただけると思います。 こちらは能美和の後半で使用する長剣という装束になります袖をひるがえして舞うために大変大きく作られております白い長剣を使うことによって美輪明神の光合しさを 強調しておりますこのような禁止も間近で見ると、ね、少し年季を感じるものとなっていますが古くて良い装束というのは不思議と 舞台上で入るんですね。この紐の部分にはつゆと呼ばれる装飾を締めるためにこういった紐がついております。下には手ひの大口という 大きなズボンのようなものを履きこの白い衣を上にまとう大変美しい庭明神の姿となっております最後に庭の後で使う泣き像という能面をご紹介いたします泣き像という表は 天女や女神などに使う能面となっております。